っと詳しいかな、どうだろうね、楽しみね。先ほどからね、激しい動機が動揺してるよって感じ。じゃあ、早速。はい、それでは早速言っていただきたいと思います。マキちゃんが言いそうなセリフ、3、2、1、どうぞ。え、仕事と俺どっちが大事なのだって。あなたはマキちゃんのこと大好きなんでしょ。マキちゃんのことが大好きなんだったら私のことは全部応援してくれなくちゃダメよ。だってそんなに不安になることないでしょ、私がこうやって隣にいるんだから。だからあなたは私の仕事をちゃんと応援してくれてないと私はずっと愛せないわよ。だからこれからもずっと頑張る私を愛して。おー、すごくない？超マキちゃんが、マキちゃん、私にそんなこと聞くの？本気？ねえ、いいの？後悔しない？もしそれでどんな答えが返ってきたとしてもハート、いいわ。じゃあ教えてあげる。ちょっと耳貸して。あのね、私がこの世で一番大事にしているものはこの輪大好きなあなたよ、ハート。私にこんなこと言ってもらえて、たとえ嘘でも幸せね。嘘だんかーい。すごいな、マキちゃん。結局、自分が一番好きってことになっちゃうね。マキちゃん、小悪魔ですね。これは小悪魔なんですかね、直球ですね。うん、この返しでも良くない、うん、なんか、私がこの世で一番大事なのは、私っていうのってなんか、うん、分かった、ごめん。確かにね、ちょっと現実的かもしれない、うん、これも使ってこう。でも、うん、大好きなあなたよ。そう来たかと思ったら、最後に嘘でも言ってもらえた。すごいね。すごいですね、さすがマキ様ですね。小悪魔だね。もうこのまま